あでも一回僕が同じ事務所内で、りょうちゃんとかりょうちんって呼ばれるようになったんですよ、でそれでなんて呼ばれてるって言って多分それを言ったのが多分きっかけだった気がするんですけど、でも今は慣れちゃったんであれなんですけど、逆に僕名前で呼ばれるのが慣れないんです。さっき桜井さんも言ってましたけども、りょうたってりょうたってあるでしょ。俺もそうだったんだ。でもそれがね、なんか言われな慣れてくんだ、次第に慣れてくる。そして自分が高いのだって思っていく。なんかあそうだ、俺は桜井高いよな。そこでフルネームは、いやいや、なんかさ、この仕事って不思議じゃない。だからいろんな人から名前呼ばれるから、ねえ、そう、それこそファンの皆さんもそうです、仕事の人もそうだしさ、先輩とか後輩とかって、まあ、どこもそうかもしれないんだけども、それが雑誌に出たりとかさ、だからすごい自分の名前をやっぱりこう自分が見る機会が多いみたいなね。俺は不思議体験だったよ。あんまり名前なんか意識したことなかったもんな、ね、記号ぐらいだった。あでもなんか思い出したぞ、頭で。なんか大阪なんですけど、ちょっと後輩の子がいて、大阪先輩略しておっぱいって言われて、でさらに略しておっぱいって言われて、おっぱいじゃこれからおっぱい、おっぱいさんはマジやばいと思って、じゃちょっとおっぱいさん次のメール定着しちゃう、やばい、いらんこと言うね。じゃあメグさんからいただきましたよ、ありがとうございます。島崎さん、おっぱいさん、桜井さん、エース書いてないです。